三つ広丸は日本の石油タンカーである。1926年に日本で最初のタンカー爆発事故を起こした。後に第三小倉丸と解消し、太平洋戦争中には日本海軍に使用されたが、1944年にアメリカ海軍潜水艦により撃沈された。本船はグラスゴーにあるバーグレイカール社の造船所で、 造船所番号第538番線として建造された。1916年12月20日、貨物船マスラとして浸水し、12月20日に竣工した。12月24日、イギリスのブリティッシュシッピングコントローラー社に引き渡され、ライムリーフに改名した。改名後は、第一次世界大戦での輸送任務に従事。大戦終結後の1919 19年、 オランダのイザム社に売却され、カリフォルニアに改名。1924年、イギリスのブリティッシュモラセス社へ65,640ポンドで売却され、アセルリルに改名。この際に改装工事を受けて、糖密用タンカーとなり、燃料も石炭から重油に切り替えている。元貨物船であるため、船尾機関が主流のタンカーの中で珍しく、 中央に機関部のある船型となった。1925年、ブリティッシュモラセス社は、ユナイテッドモラセス社と改名する。1926年8月に、本船は、ユナイテッドモラセス社から70万円で売却され、小倉石油と岸本汽船の共同所有となった。三つ広丸と改名した元船は、石油タンカーとして使用されることになった。第一回の石油輸送任務として、 アメリカ合衆国産の重油約8300トンを横浜港へと運搬した。1926年9月13日午後0時40分頃、第1回の石油輸送を終えた、三広丸は横浜選挙の偽装場に係留して、タンク計測作業中、爆発事故を起こした。重油タンクの内後部7番8番タンクで爆発があり、船体の外板が壊れ、火災を生じた。 本船には水蒸気をタンクに送り込んで酸素供給を断つ方式の消火装置が備わっていたが爆発により破損して機能しなかった消防隊は左舷水栓下に穴を開けてタンクに注水消火しようとしたが船体が右舷に傾斜したため穴が水面上に出てしまいうまく注水できなかったそのうち全部6番タンクも爆発し石炭庫にまで延焼した 同日午後11時半頃に、ほぼ沈下した。犠牲者数は、9月16日時点で作業員12人、死亡9人、重傷17人軽傷となっており、松井によれば、死者13人とされる。事故の原因については、荷上げ後に空となった重油タンクが、日光により温度上昇し、気化した重油が自然発火したと推定された。この爆発事故は、 日本で起きたタンカーの爆発事故として史上初の事例であった。事故後4ヶ月間の修理で三広丸は復旧した。修理中の1927年、日本タンカーに移籍。同年1月中旬から三広丸は北米航路に再就航している。翌1928年6月16日、小倉石油に移籍。1934年2月26日、 三つ広丸は第三小倉丸と解消した。1941年6月1日、合併に伴い日本石油に移籍。同年8月のアメリカの対日石油金油により北米航路は休止となる。太平洋戦争開始後の1942年3月24日、第三小倉丸は日本海軍の徴用を受け、横須賀海軍交渉で偽装工事を受けて、 横須賀鎮守府所管の特設運送船となり、横須賀鎮守府部隊に配属された。改造後しばらくは、内地間での石油輸送に従事。8月にショートランドに進出。燃料補給に従事した後、呉に戻った。以降は、南方方面での石油輸送に従事する。1943年6月6日、第3国ラマルは特設運送船なち山丸。 大急タンカー北安丸田輸送船7隻と共に、第269船団を編成し、特設奉還火山丸の護衛を受けて、高尾を出港。7日、北緯24度05分統計122度59分、北緯24.083度統計122.983度、24.083、122.983、付近で、 特設運送選達は丸と衝突し中破したため、キールンに移動した。17日、第三小倉丸は、キールンを出港し、23日に、クレに到着。7月1日、第三小倉丸は、クレを出港し、カサト島に移動。8月6日にカサト島を出港し、徳山に移動した。10月18日、陸軍輸送船マカスサマル、銅、ヒマラヤ、丸。 鶴見田輸送船5隻と共に、第2609船団を編成し、駆逐艦若竹、第4号区船艇、第41号区船特無艇の護衛で、バリクパパンを出港。20日、大丸が、機関故障を起こして後を落とし、第41号区船特無艇がこれに付き添ったものの、後に復帰。21日船、大丸、県山丸。 第41号汽戦徳無定が目などに向かうため、分離。1100、課客船 A 口丸が、機関故障を起こして後落とし、若竹がこれに付き添った。2隻は1232船団に合流した。22日0830、特設運送船先行丸が、カウに向かうため分離。それから間もなく、任カ丸が、機関故障を起こして後落とし、 第4号区選艇がこれに付き添った。10分後、2隻は船団に合流した。その後、第4号区船艇が船団から分離する。25日2120、船団はパラオに到着した。11月5日、第3小倉丸は、王宮タンカー、白馬山丸と共に、第8505船団を編成し、駆逐艦立ち風の護衛でパラオを出港。 船団は11日にトラックに到着し、第3小倉丸は従順用管畜間に従油1二2 7トンを補給する。24日、第3小倉丸は白馬山丸と共に第7242船団を編成し、第28号区船艇の護衛でパラオを出港。船団は29日にパラオに到着した。12月13日0730。 第3小倉丸は白馬山丸、特設運送船富士山丸太輸送船三隻とともに、第二千五百十五船団を編成し、第二十六号船特無艇、第二十七号船特無艇の護衛でパラオを出港。1第二号昇海艇が船団に加わる。十四日千六百十五第二十六号船特無艇、第二十七号船特無艇が船団から分離。 17日1700、第6号区選定が、戦乱に加わる。18日に、日付が変わった直後、北緯03度15分統計127度03、分、北緯3.250度統計127.050度、3.250、127.050、付近で、第3小倉丸は白馬山丸、富士山丸田輸送船一隻、第6号区選定とともに、 船団から分離し、タラカンに向かった。22日、第3小倉丸は、富士山丸、平時標準、B 型貨物船回送応急タンカー松ゆ丸と、共に船団を編成し、護衛を受けずに、タラカンを出港。23日、マンカリハット付近で、第102号小海艇が交流。同日に船船団は、バリクパパンに到着した。26日、 第3小倉丸は単独で、第2614戦団を編成し、第2号小海底の護衛で、バリクパパンを出航。27日072号、火事故障を起こしたため、タンジョンパガー付近に闘病して、応急修理を行い、0940に応急修理を終えて、航行を再開。30日0740、北緯05度18分統計127度03、分。 北緯5.300度統計127.050度5.300127.050付近で特設運送船日本海丸が船団に合流31日1800第33号区船艇が船団に合流1944年1月1日第2614船団はガタラク白地に到着同日第3小倉丸は 連合艦隊所属となる。2日、船団はガタラク白地を出港し、パラオに移動した。3日、第三国ラマルは単独で、第8千3 1一船団を編成し、第24号区選船艇、第33号区選船艇、第39号区選船艇の護衛でパラオを出港し、9日にトラックに到着。1月中旬、第三国ラマルは共同企業に移籍する。 共同企業は、石油の輸入、貯蔵、配分を目的として1941年4月1日に、東亜石油協会や東亜燃料工業及び、日本石油等の主要石油会社の出資により、資本金1000万円で設立された国策会社で、選挙区の悪化により、昭和石油、日本石油、関東タンカー、マルゼン石油の 各石油会社所有タンカーを集約して所有することに伴う遺跡だった。19日、第3国ラマルは、タンカー第2共栄マルと共に第7200に、船団を編成し、駆逐艦マハ、第24号船艇、第35号船艇、第33号船艇、第39号船艇の護衛でトラックを出港。26日、船団はパラオに到着した。 30日、第3小倉丸は、第2協マ丸と共にね、れ々に戦団を編成し、第36号小海底、第15号汚船特無艇、第22号汚船特無艇の護衛でパラオを出港。十一日千四百五第十二号汚船無艇が、戦団から分離し、パラオへ反転。二月二日千三百第十五号汚船無艇が、戦団から分離し、 ダバオへ向かった。5日、戦団は、タラカンに到着した。8日、第3コクラマルは、第2 A 英丸と共に戦団を編成し、護衛を受けずに、タラカンを出港し、バリクパパンに移動。17日、第3コクラマルは、第2 A 英丸と共に戦団を編成し、第5号区選定、特設奉還北京丸の護衛を受けて、バリクパパンを出港し、パラオへ向かった。 二十三日朝、船団は、北緯零三度五十三分統計百二十九度十七分、北緯三点八八三度統計百二十九点二八三度、三点八八三百二十九点二八三のハルマヘラ島北東沖で、アメリカの潜水艦コットに発見される。コットは、夜まで、追跡の後、タンカーに向けて、魚雷を四本、護衛艦に向けて、 魚雷を2本それぞれ発射。魚雷は第三小倉丸に2本命中し、沈没した。指揮官の新見和高大祭下乗員18名が、戦死した。1944年3月31日、除籍、開用。ありがとうございます。